ドラマ談話室始まりました。ドラマ談話室、中里です。はい、どうも。だんだんね、私もちょっと目が見えなくなってきてるんじゃないかと疑われます。はい、ということで、今回はですね、日曜劇場、下克上球児第8話です。右脇腹もちょっと痛めです。すいません。いや怪我人が多くなってきましたね、このドラマに。俺ボール当たってないんだけど、右脇腹痛いんだけど、これ病気かな。いや、それは多分年ですね。内臓疾患の可能性あるよ、これ。ああ、それもあるな。やばい、ね、はい、あなたちょっと油もん食べ過ぎだから。そんなことない。これカツカレー食いてるから。まあまあまあ。はい、ということで、ついにね、南雲先生がね、まあ先生じゃないかも。南雲監督が復帰しまして。南雲しれっとね、うん、監督になりましたね。うん、だから、どうやらやっぱ、うん、だから教員免許持ってなくてもやっぱなれるみたいなね。普通に、じゃあ本人のでもなれるってこと、うんうん、ちょっと無理ですね。ちょっと。急におじさんがやってきて、監督になれるってことそれ。うん、でも天草高校でね、本人の全然ありです。日本一の下克上をね、目指しましてね、そうなんだよ。1年次から、そう。で、ちょっとね、ついに、うん。ちょっと調子乗ってたでしょ、選手たちが。はい。なんか、3回戦行ったあたりから選手が調子乗り出して、なんか、次も勝てるやろ、みたいな感じでこう試合やるみたいな。あれ良くないね。でももともと調子いいやつが入ってきたってなるよね、日置の。ああ、威勢がいいからね。うん。そう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 。日置の弟とか、あと、ね、そうだ、勝ち、あと2年生の子か。確か、うん、勝ち癖とかついちゃうとちょっとね。そうそう、うん。やっぱ150戦ぐらい練習試合してるわけでしょ。そしたらもう。ね、で、準々決勝突破して、はい、次が、松健のね。ああ、松健の。平野西洋高校ですね。同級生は怖かったね。おお、勝っとるのみたいな、うん。お前も勝っとるの、うん、いや、俺らは当たり前じゃ、みたいな、うん。お前らに負けてらないで。俺らが負けたら他のチームに示しつかんやろみたいな、本気具合ね、やっぱり。うん、うん、正論でしたね。お前らが勝ってんじゃねえよっていうね。俺らが勝たなきゃダメだろ、こんだけやってんだからっていう。ちゃんとした正論にした。確かになってる、ね。ホットで勝ち上がってんじゃねえよっていうね。うん、ちょっともうぐさっときましたね。バイトも禁止。西洋行ったらバイトもできんで、髪の毛も伸ばせんで、ね、恋愛も禁止でね、なんかスマホとかもどうせあれ禁止でしょ、うん、そう、もう大変ですよ。こっちはもう髪伸ばし放題ね。もう。そうそうそう、そう、うん。で、イヤホンで、ね、ブラスバンド聞き放題でしょ、うん、うん。そうそう。いやいや、それは別にいいでしょ。でも、ね、素振りしながらあれ聞いてたけどさ、うんうん、いや、素振りの時にあれならないだろうと思ったけど。うん、あ、そういうこと？こっちバッティングの時、ブラスバンド聞こえないんじゃないかなと思ったけども。うん、あ、確かに。あ、攻撃側だもんね。はい。確かに。まあまあ、今年慶応高校はね、うん、髪長く、伸びて優勝したから、ね。ああ、はいはいはい。横浜、神奈川のね、まあ。そうそう、はい。そうそう。だからまあ、一応時代はね、ちょっとずつ。まあ、髪は伸びて、伸ばしてもね、っていうことにはなってきてますが。変化してます、はいはい。で、その中の練習中にね、さっきもちょっと出ましたけど、山積先生に、日置弟が打った、ね、フリーバッティングで打った打球がね、脇腹に直撃して。振るね。そうね。はい、やっぱり。悶絶しました。あれがちょっと、はい、たたってね、うん、いよいよ本番、うん、試合が始まるっていう時にこう倒れちゃうみたいな。うん、だからあれ、肋骨折れてるかもしれないけど、ね。肋骨折れてちょっとこう肺とかに刺さってたら結構やばいんじゃないかっていう、うん、パターンですね。っていうの、そう。それはでも、南雲先生、南雲監督知らない。まあ知ることになる。まあ生徒は知っちゃったし、だから不安でいっぱいで試合どうなんのみたいなね。そう。だね、これは負けますよね。当然。いや、で、さらに、西洋高校の先発をこのね、犬塚。あ、そっか、犬塚を、根室に変えるっていう。根室に変えると。あ、根室だって140キロ出そうだったでしょ、あれ。うん。140キロって目標のシートに書いてあったね。ねえ、もう138とかで練習で出てたから。うん、出てますか。そう。もう本番140出るタイプですから、うん、これはもうでも打てないんじゃない？で、いやでも、あながちそのね、南雲監督が言ってることは間違ってなくて、確かに、精査してたんだよね。ビデオカメラで。そうそう、ビデオカメラ撮って、いや、だいたいもうね、犬塚対策はできてるから、うん。もう、まあ、だから甲子園でよくやるじゃん、その、
3回戦とかでさ、うん、2番手ピッチャー出すみたいな。わ、うん、かるわ、あるあるある。うん、だからまあ、一応は、そのね、乗っ取ってはいるから、先方に。だからまあ全然、そんな、あのね、ブータれる人は全くないんだけどね。いや、でも全くない。悔しいっちゃでも悔しいよね。それは絶対悔しいよ、それは、ピッチャーはね。でも、うん、あの、犬塚はほら、うん、ちゃんとやるって言ってんじゃん、もう。あの、俺は俺の仕事をやるみたいな。うん、確かに。もう、吹っ切れ、素振りしてたからね。そう。ただ、おじいちゃんはね、こう、だんだん目が見えなくなってきて。そう、見えなくなってきて。そこの不安もあるから。見えなくなって、うん、あれ多分、だから俺、犬塚投げてるって言うと思うんだよね、おじいちゃんに。あ、見えないから。そう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 。うん。だから、根室投げても、おじいちゃん投げて、うわ、やったってなってるっていう情景が浮かぶな。かわいそうだな、それな。まあまあまあ。かわいそうだけどね。そうね。で、試合で倒れて、運ばれて、終わったってかとこですかね。終わりますね。さあ、ここで、ね、始まり。うん、でで、中里のドラマ考察、うん、ね。中田さんが、ドラマを考察してこの後の展開を予想します。はい。はい。よろしくお願いします。はい。ですね。これはですね、まず、順、山陽、山陽高校に合ってる西洋高校だ。西洋高校には勝ちます。これが。いや、もうあっさり言っちゃったけど、どこ、どう勝つかとかさ、もうそうですね。あ、で、俺は思いましたね。根室投手は打たれます。はい。根室投手打たれるんです。で、うん、やばいってなったけど、犬塚がまず打点で、あの、打点取って上回って、うん、さらに、抑えて出てきます。はいはい、はい。で、あの、大谷くんみたいな感じです。はいはいはい、はい。打って、投げて、後半の犬塚が爆発するってことですか？そう、爆発するっていうところだと思いますね。あ、俺はその、結局、その根室を、ね、出して、ああ、なんだ、やっぱ打たれてんじゃねえかみたいな展開になると思う、ね。やっぱ犬塚出しときゃよかった。ちょっと、そんな感じかな。やっぱり根室投手ですんなり勝つ展開とはちょっと思えないな。決勝どうですか、ね、決勝は。決勝、だから、決勝は、もう、ね、甲子園のロケ、っていうの決まってますんで、決勝も行きますね。勝ちます。いや、それは決勝どう勝つのよ、その。黒木春はどうなるんですか？あ、黒木春は、あの、病状で、ペットの上で、見守ります、ね。はい。復帰できます。怪我してて。結局は、結局骨折です。はい。肋骨。骨折です。はい。だからベンチにしてないです。肋骨ギタリスト。残念ながら。はい。肋骨ギタリストですね。じゃかじゃかじゃか。決勝はどういう展開ですか？決勝はもう、あ、もう、圧勝。もう、10-0 ぐらい。で、甲子園1回戦で負けます。ほんと強すぎてるとこだね。うん。かな。うん。決勝はもう圧勝だと思うね。いや、だから西洋高校がその山王工業みたいなもんよ。まあまあ、そうだね。スラダンに当てはめるとまあそんな感じだろう、ね。そうそう。だけど、うん。まあだから、だけど、ここまでの甲子園行けない。うん。うん、何？いけないとないと思うね。ここまでのさ、もう、はい、振りがさ、ものすごい7話までもう振ってきてるからね。うん、ここからはもう、じりじりと進むわけじゃん。その、だからもう大号泣の連発だと思うよ、これ、もう。あ、本当に。でも、ここまでの振りがすごいもん、ただ、あの、生徒と選手、うん、あの、先生たちの。え、予選で、負けんのかこれ。下克上してないからね。いやいや、まあ、勝つんだとしても、うんうん、だからもうこれもう、毎週毎週号泣だと思う。